FM21 では皆様に喜んでいただける番組制作に努力を続けています。どうぞご意見ご希望ご感想などがございましたら、いつでもお気軽に FM21 の電話876-0021またはファックスナンバー877-1118にご連絡ください。お待ちしています。 FM21 の周波数は 76.8MHz 浦添市前田丸産業ビル7階スタジオからお送りしています。今日も FM21 の放送を聞いてくださってありがとうございます。はい、皆様こんばんは。今日は2021年7月の1日木曜日、今週もやってまいりましたワンヌウムイの時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう、浦添市ぐつくま通りにあります特定非営利活動法人てだこ、そしてお菓子の部門クッキングてだこ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、タクシーのパーツとデジタル無線のことならすべてお任せの沖縄タクシーマート各社を応援いたしております。なおこの放送は YouTube チャンネルチャンネルボギー様のご支援でお送りさせていただいております。さて、今夜のメインパーソナリティ私ボギーテドコンと、本日は、ゲストの方をお招きしております。いつも私のね、最近サポートをしていただいておりますおかめさんでございます。こんばんは。こんばんは。はい、ということでね、おかめさんまだまだラジオ慣れしていないということですごいぎこちないんですけどね。まあこれはこれでまた非常に楽しいと思いますんで、50分また皆様お付き合いいただくと嬉しいです。本日もよろしくお願い申し上げます。はい、改めまして、こんばんは、当番組メインパーソナリティの私ボギーテドコンでございます。まあ、7月に入りましたね。まあ、2021年も最近明けたと思ったらあっという間に半分過ぎてしまいまして、今年もあとね、半年ということになりました。まあ、沖縄はこれから、まあ、トップシーズンということで、普段であれば多くの観光客が、まあ、見えられて、まあ、観光地はどこも人でいっぱいということでございまして、まあ、私のお気に入りのカフェやレストランなどもですね、観光客でね、もう満杯ということが、まあ、例年、そういったことが起きておりました。まあ、そうなりますとね、自然とやっぱり地元の人たちはあまり行かなくなって、そういったおしゃれなカフェレストラン景勝地は、まあ、観光客の方で本当に賑わってると、地元の人たちはほとんどもう行かなくなっちゃったっていう現象が起きておりました。まあ、特に海洋博の花火大会などもですね、これももう行くだけで渋滞の列、そして名古屋本部の桜祭りもですね、観光客の方々が押し寄せて、まあ、地元の人たちがもう途中で行くのを諦めてね、帰っちゃうっていうこともありました。まあ、沖縄県では、まあ、この県の最大の産業は、観光産業であると公言してはばからないんですが、まあ、人口140万人、まあ、そういったね、小さな県に1000万人以上の観光客が押し寄せるっていうのは、私はこれはね、ちょっとオーバーキャパシティではないかというふうにね、思っているわけなんですよね。まあ、とにかく数をね、稼げばいいということで、いらっしゃいいらっしゃいとやった挙句、確かに多くの観光客が来るようにはなりましたが、まあ、その質というのはどうだったんでしょうかね。まあ、数を稼ぐために、私たち沖縄の自然やあと沖縄の人たちのサービスをやはり安売りしてるっていうのもあったと思います。私の知人のタクシーの乗務員さん、まあ、個人タクシーなんですけどね、普段貸し切りだとだいたい名護とか、ね、本部まで行くと1万6000円ぐらい、料金いただくものなんですが、まあ、これが旅行者から、
いわゆるね、修学旅行生などを斡旋してもらうと、金額をそのまんまもらえるわけではなく、それのね、半分近い値段でね、やってくれというふうに言われることもあると言っていました。まあそうなりますと、本来だったら1万ね、5、6000円もらう金額を8000円とか9000円しかもらえないっていうことは、やはり沖縄の人たちにとっては、まあ自分自身を安売りしてることになってるんじゃなかったかなと思います。まあビーチなどもね、夏行きますと、もうサンオイルが浮いてね、ギラ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 していた海も、まあ最近は非常に綺麗な状況になっていると聞いております。まあでもこれから7月、8月、9月と、沖縄は観光のトップシーズン。特に全国では緊急事態宣言が解除されておりますので、これからどっか行きたいなという人は当然、はい、旅行に行こうとするでしょう。しかし今海外では、まあこれハワイの例なんですけど、ハワイに今行きますと、2週間ハワイのね、ホテルで待機しないと、まあ外に出られないと聞いております。まあそうなりますと、せっかくのね、お休みも、もうホテルの中に缶詰になっちゃうということで、まあそういった規制がない、まあ沖縄。はい、沖縄ですよ。もう何の規制もありません。はい。あの、石垣島では、来島の際には前もってね、ワクチンを打ってきてくださいとかね、あと陰性証明ね、ちゃんと取ってくださいよとか、そういった呼びかけはされているんですが、まあ、沖縄県知事はそういったことはやっているんでしょうかね。まあ、最近ツイッターの方を見ましたけど、この6月23日の慰霊の日のね、県の他の部署の、広報部のね、ツイートをリツイートしただけで全く言葉をね、紡いでいないんですよね。まあ、特にこの 2,3 日、岡目さん、雨すごかったですよね。本当にすごかったんですよ。自分の行ってる職場の方でも雨漏りがじゃんじゃんしたりとかね、はい、鉄砲水って感じですね。はい、まあ、私のね、いおりでも、雨漏りしまして、うん、ちょっと慌てたんですけどね、まあ、そこに道路は冠水するし、崖崩れしてるところもたくさんあるわけなんですよ。まあ、そういうふうに、ここ近年にない大雨が降っているというのにもかかわらず、沖縄県知事ツイッターで何にも発信してないんですよね。ちょっとそれは本当に寂しいというか、白状というか、はい、もうちょっとね、県民にいたわってほしいなという気持ちはありますね。はい、まあ、石垣市長の、ね、中山市長などはもう何かあるたんびに頻繁に発信していますし、浦添市長、はい、松本市長もね、市のいろんなイベントとか、何かそういった天候不良とかがあると積極的に情報発信をしているんですよ。ところがね、この沖縄県のトップである玉城デニー知事、全くやってない。はい、まあこれってね、ゴールデンウィークにとんでもないツイートして散々に叩かれましたよね。ですね、ちょっとね、あれもひどすぎたんですけどね。ちょっとね、県民にはね、バーベキュー外でやっても感染するので、バーベキューはね、控えましょうっていうことをね、玉城デニー知事言っていたんですけど、ご自身が5月のゴールデンウィークのツイートでね、バーベキューはしごしてきましたって言って発信してしまったんですよね。あれ見た時に岡目さん、どう思いました？いやー、本当に何でしょうね、もう言葉もないというか、本当、日本っていうものは何なのかなというふうな、そういったことを考えているのかなということですよね。そうですね、まあ、この玉城デニー知事、まあ、最近非常にね、うっかり口を滑らすとか、そういったこともあるようでございまして、うん、まあ、知事としての資質っていうのが今ね、普段味方ばっかりしてる沖縄メディアですら、最近批判をね、し始めてるっていうことなんですよね。まあでもね、本当に私今日、まあ、あんだけの雨が降ったから、ちょっと海見に行ったんですよ。はいはい、するとね、やっぱり川がある海っていうのはみんな濁っていました。まあ、あれだけの雨が降ると、ね、ジュゴンガーなんて言っている辺野古の海も
ね、濁っています、うん、私の友人に電話して聞いたら思いっきり濁ってるよっていう話だったんですが、うん、まあ、大雨が降ると、ね、いわゆる半基地活動家たちがギャーギャー騒いでいるあの大浦湾ですら土色に染まってしまうんですよね、うん、まあ、ですから沖縄は大雨が降るたんびに川が、ね、流れ込んでる海は土色に染まっている、まあ、特にあの北部の海になるとあの赤土なんで海が真っ赤に染まってるのをよく見るんですよね。そうですね、自分もつい最近行ったんですけどやっぱり濁ってましたね。はい、まあね、これはあの地名あえて言わないんですけど本当に海が赤土色に染まっていて私それを見て非常にねあのショックを受けたこともあるんですけど、まあ、本当にこういった、土砂の流出を、ね、考えない土地の開発などを進めていくとどうしてでもそういった土砂の表土の、ね、流出っていうのが出てしまうと、結果的にこういった土の粒子っていうのが、サンゴとか海の生物に降りかかると、呼吸ができなくなって、まあ、サンゴが、ね、枯れてしまうっていう現象もやっぱり出てきます。まあ、ですから私ね、こういった雨が降るたんびにまた海が、ね、どん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 汚れていくのかななんて思っているんですが、そんな中私今日の朝ですよ、浦添の海に行ってきました。はい、その浦添の海というのはパルコシティの、ね、前の海なんですけど、そこに行ってね本当にこれ驚いたのが、なんとパルコシティの前の海全く濁ってなかったんですよ。おお、すごいですね。もうあれだけのね、あれだけの雨が、ね、降っているのにもかかわらず、うん、全く濁ってないというのがね、私これに驚きました。まあ、それどころかね、この浅瀬に、あれは多分アイゴの稚魚じゃないかと思うんですけど、うん、まるであのプラチナのようにねキラキラ輝く小魚がいっぱい泳いでいまして、まあ、本当にこの海ってこの辺ではすごい貴重だなっていうことをねやっぱり感じたんですよね。うん、でまたこのパルコシティの前の海っていうのは自然に砂浜ができてる場所なんですよ。まあ、これどうやってあの砂浜ができるかというと、沖合から波とかにねあの砕かれたサンゴがどん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 岸側に押し寄せられてくるんですよね。そしてそれが波に揉まれてどん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 細かくなっていく、そして太陽の光で漂白されてですね純白の砂に変わっていくんですよね。うん、まあ、それがなんとこの浦添のパルコシティの前で見られるということでございまして、いやね本当に海っていうのは生きてるんだななんて思いました。ね、茶壇の、ね、アラハビーチなんかも綺麗なんですけど、あれは人工ビーチなんですけどね、うんうん、この浦添のあの自然の砂浜っていうのは本当に自然にできた砂浜でも最初はそんな大きくなかったんです。うん、まあ、この西海岸道路ができた当初、私その頃からここに通ってるんですけど、最初は本当に小さなね、小さな小さな砂浜だったのが今どん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 広がっているんですよね。うん、っていうことはこれだけのやっぱりサンゴをね押し寄せるほどのサンゴ礁がこの浦添のリーフには広がってるっていうことでございまして、前に私友人と一緒にこの沖合まで、どのぐらい歩いたかな、15分か20分ぐらいかけてリーフ際まで歩いたことがあるんですよ。するとねそのリーフ際っていうのは驚く光景が広がっていました。いわゆる生きたサンゴがね密集していたんですよ。もう歩くのもねどこに足を踏み出していいかちょっと迷うぐらいもうサンゴがびっしり生えていて、ここって女村なのかと間違えるぐらい美しい海が広がっていたんですよね。まあ、ただあの岸にね近づくにつれてどん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 サンゴは少なくなっていくんですけど、このリーフ際っていうのはやはり真向かいにあるケラマ諸島からサンゴの卵が流れ着くと言われておりまして、本当にね海中公園のような感じの美しいサンゴがねたくさん生えていたと。まあ、これだけねサンゴが生えていますから、波などで砕かれて岸に打ち寄せられて、それが自然の砂浜をね形作ってるんじゃないかななんて思います。まあ、そういった中でこれだけのね本当に今日ラジオを聞いてる県民の皆さんもこんだけ雨降ったら海濁るだろうってみんな思ってると思うんですよ。と
ところがこの浦添のパルコシティの前の海っていうのは全く濁ってないっていうことがね、これ本当に貴重な海だと思います。それをね、玉城デニーとそのねお仲間たちは埋め立てると言ってね、はい、外貨を上げているんですけど、まあ、あの人たちって辺野古の海の埋め立てはあらゆる方法を使っても阻止すると言いながら、浦添の海の埋め立ては推進なんてやってますからね。これって岡目さんどう思います？全くそれって何を考えてるのかわからないですよね。結局自然大事にっていうのは口実ですかっていう話ですか？はい、私もそう思います。さてここでね、この人たちの自然を守れっていうのはお題目っていうことについてお話しさせていただきたいと思いますけど、ね、あの今年浦添市長選挙あったじゃないですか、はい、浦添の市長選挙の時、私はっきり覚えているんですけど、このパルコシティの前の海にですね、ある候補者とそのお仲間たちが押しかけてプラカードまで掲げてですよ、この美しい海を守ろうって言ってやっていたんですよね、うん、もうこういったことをどんどん発信もしていましたし、なんか怪しげなお坊さんが、ね、この海の生物の、ね、冥福を祈るなんて変な外場まで立てて、ね、そこでなんかチーンとやっていましたそして、このオール沖縄、いわゆる革新系の、ね、ある県議、私の知り合いなんですけど、ここでビデオカメラを回してですね、この美しい海をぜひみんなで守りましょうって言ってビデオを撮って、ね、YouTube とか Facebook で流していたんですよ、うん、ところが選挙が終わった途端、この人たち誰もここに現れないです。本当に誰も現れない、ね、海を守ろうって言ってた人たちが選挙が終わった途端何のアクションもないんですよ。これっておかしくないですか、岡部さん。そうですよね。てかその YouTube とか消されたりとかしてません？いやー、もしかすると消してるかもしれないですね。いや、都合の悪いこと平気で消しますからね。いやー、厳しいですな。いやー、でもね、本当にね、この人たち、いろんなところでね、自然を守ろうとか海を守ろうなんてすごいいいこと言ってますよ。ジュゴン守ろう、ウミガメ守ろう、サンゴを守ろうなんてね。でもそれに必ず絡んでるキーワードがあるんですよね。ほう、それって何だと思います？米がつくやつですか？ああ、実は米軍基地なんですよ、はい、ね、米ってビンゴでございますけど、彼らは本当に米軍基地が絡んでいないとどんな美しい自然でもね、守ろうなんて言わないんです。まあ、その象徴的なものが那覇空港第二滑走路の埋め立てでございまして、これ米軍基地絡んでないですよね。あそこも綺麗なね、増殖サンゴがたくさんある海だったんですよ。それをね、埋め立てるっていう話になったんですけど、それには何にも反応しなかった。で、私がこれね、基地反対派に、あなた方はね、自然を守ろうって言ってやってるのに、なぜ那覇空港は反対しないのって聞いたら、我々は辺野古の海を守るだけで手一杯だ、そういうんだったらお前がやれと言われましたよ。その論法って他でも結構聞きますよね、はい、それはお前がやりたいことでしょっていうことで、俺がたちがやりたいことはこれなんだ、これが手一杯なんだって言って、それいう言い方で逃げるってパターンすごくSNS とかでも見ますね。そうなんですよね、まあ、ですからこの浦添の海 もう選挙の時にはあんなにたくさんの人たちが押しかけてですね、みんなでここで並んで記念写真撮ったりプラカード掲げたり、綺麗な海守ろうなんてやってるくせにゴミ拾い一つしないんですよ、この人たちは。本当におかしいですよ。もう選挙のために自然を利用するだけでね、本当に海を守りたいって言うんだったら、ね、平素かな海浜清掃とかやるじゃないですか、うん、私なんかね、今日はちょっとできなかったんですけど雨降ってるから、晴れてる日に行ったらゴミ袋持ってって落ちてるゴミ拾って帰りますよ、うん、後で分別して捨てるのが大変なんですけど、
最近こういったね、あの海岸沿いにたくさんゴミがねやっぱり捨てられています。しかしね、この選挙の時にここに押しかけて綺麗な海を守ろうって言ってる人たちがゴミ袋を持って海を清掃してるなんて一度も見たことないんですよ。つまり彼らがね海を守ろうって言ってるのは本心からではなく、まあ選挙のねためのお題目というふうにね私はやっぱり見ているわけなんですよね。まあですからこの海を守ろうと言って、立候補して、まあ、負けた候補者もいますけど、まあ、その方がね、この海を守るために一生懸命活動してるっていうのは全く聞いたことがないということでございまして、まあ、本当に沖縄県民の皆さんもね綺麗事という候補者っていうのはやっぱり気をつけた方がいいんじゃないかなって思いますね。子供のためにとか何々無料化とか時給1000円とか1500円とか言ってね、あと海を守ろう、サンゴを守ろう、そして、ジュゴンを守ろう、辺野古新基地反対なんて言ってる人たちに票を入れて当選させちゃうと何すると思います？岡部さん、何をするというか、まあ、基地運動以外は何もしないということですか？はい、その通りでございまして、この方々ね、辺野古反対を打って当選しますと有権者のところではなく辺野古の違法テントに行くんですよね。で、違法テントに行って当選のお礼参りをするわけですから、もうそれ見た時にもうこの人たちって反基地するためだけにバッジつけてるのかななんて思ったりするんですよね。まあ、ですからこの玉城知事、そういった人たちに応援されて当選していますけど、沖縄のいわゆるね、あの振興開発計画とかね、優遇税制とか、あといろんな面での補助とかお願いしに行くときには、そういったね、反対してる国会議員のとこ行かないんですよ。自民党のとこ行くんですよね。敵対してる自民党のとこにお願いしに行くわけですよ。これって本当に矛盾してると思いますよ。ね、だから、いかに、ね、基地反対しかしない人たちを国会議員にしちゃったり、ね、議員にしたり、ね、知事にしたりすると沖縄にとってやっぱりマイナスだなっていうのがこれ分かっちゃうんですよね。まあ、ですからこういった自然っていうのはやっぱりできるだけ残した方がいいと思います。しかしね、こういったふうにあの辺野古の海の埋め立ては反対だけど浦添の埋め立ては OK だっていうのはダブルスタンダードをね平気で言う人たちって本当に蛇の二枚舌みたいで気持ち悪いですね。ヘビーです。ヘビーって、はい、ヘビーっていうか、ヘビーっていうデニーっていうかね、来ましたね。ちょっと危ないですね。はい、ということで、まあでも私あの海今日見て思ったのは、やはりここはね、あの埋め立てしちゃって入り島のようなコンクリートとアスファルトの無機質な場所にするべきではやっぱりないと思いました。ここはね、やはり、長い3000メートルに近いね、この道路、そこと海岸線をね、やっぱり利用して、まあ、沖縄で一番長い、やっぱりビーチに作り変えた方がいいんじゃないかと。で、ここをね、そういったビーチにすれば、3000メーターもあればですね、どれだけ観光客が来ようが、地元の人たちが来ようが、混雑することはないと思います。まあ、特に夏場のリゾートホテルのビーチに行くとね、もう観光客がいっぱいいて、もう本当泳ぐのどうしようかななんて思ったりもしますけど、これが3000メーターもあったらそういった混雑もないし、またこれだけの長さがあれば、世界的なビーチバレーの大会とかをねここに招いたりとか、あとトライアスロン浦添でやったりとか、そういったこともできると思うんですよね。で、またこの浦添の美しいやっぱり海をね活用するもう一つの案として、この浦添に私は釣り公園作りたいなと思うわけです。つまりね、浦添の海ってすごい綺麗で、沖合に行けば行くほど本当に魚もいっぱいいるんですよね。まあ、そういったところに、県内初の釣り公園っていうのを作る。今沖縄では、漁港などでね釣り人のマナーが悪いということで、どんどん、まあ、釣り禁止になっているんですよね。まあ、今日ラジオを聞いてるタクシーの乗務員さんたちもね、釣りが趣味の方々いっぱいいると思いますけど、もう漁港に入れなくなってね、もうどこで
横足へしようかねなんて思ってる人もいっぱいいると思います。まあそういった人たちがね、のびのびとやっぱり釣りを楽しめるような釣り公園をやっぱり作る、ね、くだらん半吉でね、国訴えて裁判にお金かけるぐらいだったらこんなものに投資した方がいいんじゃないかと思います。まあそういった釣り公園を作ることによって、釣り人のねマナーの啓蒙、そして子どもたちにね、一緒におじいちゃんとかお父さんと一緒に釣りをして、そこでいっぱい思い出を作ってもらう、そこで放流授業などもやってね、海をね守っていく意識っていうのをね、子どもたちにやっぱり伝えていくっていうのも大事じゃないかなと私はやっぱ思ってるわけなんですよ。まあそういうふうに浦添っていうのは今まで、単なる通過するだけの町でした。なんでかと言いますと、西海岸は全部ねキャンプキンザーという基地に取られていたんですよね。つまり基地だから海岸線に入れなかった。ですから開発の手がそこには伸びることがなかったんです。そのおかげで浦添にはあの美しいあのサンゴがねそのまま残されてきたというのがあるんですけど、よく基地反対派が基地がねあの自然をね破壊するなんて言うんですけど、ここでは逆に基地に取られていたゆえに美しい自然がそのまま残されたということなんですよね。まあ、これと同じような、いわゆる地形が嘉手納にあります。例えば浦添から嘉手納までの間ほとんど埋め立て地ですよね。茶谷にしろ宜野湾にしろ自然の海岸なんて全く残っていません。ところが嘉手納には戦前、はい、戦争前の自然の海岸線がそのまま残っているんですよ。これなぜかと言いますと、嘉手納飛行場っていうね米軍基地に取られていたゆえに海岸線をね開発することができなかったということで、戦前のねその海岸線が残っているのは今では嘉手納と浦添の一部になっちゃったんですよね。まあそれを考えるとね、米軍基地があるおかげで残された自然もあるんじゃないかと私は思うんですが、なぜかマスコミはこういったことを県民には伝えようとしない、米軍基地は環境破壊だ自然を壊すんだっていうねもう一辺倒のことしか報道しないので、まあ、県民の中には米軍は本当に悪いことしかしないななんて思ってる人たちも多いと思います。まあ、しかしねこういった米軍関係者も普段から一生懸命ビーチクリーンとか街の清掃作業、そして、障害者施設とか老人福祉施設を回って料理作ったり散髪したりいろんなことをやってるんですよ。で地元の子供たち招いてねハロウィンやったりクリスマスパーティーやったりできること一生懸命頑張っているのに、沖縄のメディアは悪いことしか報道しない、飲酒運転をした何々基地の何々二等兵がとかね、はい、何々軍曹がとか、まあ、そんなことばっかりしか報道しないので、まあ、うちなんちの多くの方々がなアメリカはひっちい悪さばっかりして飲酒運転もやアメリカのせいで日本一になってへやと思ってる人たちもいると思いますけど、そんなことはないですよ、ね、沖縄では飲酒運転なんか朝方たくさん検挙されています。その中には学校の先生とかねあと公務員の方とかもいるんですけど、こんなの一切報道されないんですよ。はい、不思議ですよね。本来であればやっぱり公務員とか学校の先生っていうのは社会の規範になるべき人たちですから、こんなのやったら真っ先に報道するべきだと私思うんですけど、やらないやらないやらない、ね、不思議なことにやらないやらない。米軍関係者とか防衛局員とか自衛隊員とかの場合にはもうドーンと報道するんですけど、なぜかそういった人たちはやらないんですよね。ですから、うちのアンチの中には飲酒運転全国一はアメリカのせいだと思ってる人たちもいるんですけど、実はそうではないんです、ね、そのアメリカーターの何十倍もの、ね、うちのアンチが捕まってるんですけど、いやそういったの報道されないだけでね。ですが飲酒運転犯罪なんで、ぜひね、これからまた酒飲む機会とかも出てくると思いますけど、帰りは車を置いてね、
タクシーで帰ってくださいね、タクシーで、ね、今タクシー夜本当に厳しい状況続いてますんで、ぜひ皆さんタクシー利用していただきたいなと私思っています。まあ、当然代行もあるんですけど、私タクシー業界の人間なんでね、やっぱりタクシーをね使っていただきたいというふうにね思っております。まあでもね、こういった自然できるだけ残したまんまで通過するだけの街から魅力ある街にやっぱり変えていくっていうのが私の考えであって、この3000メーターのねビーチを起点に、その後ろに広がる丘陵地帯、今キャンプキンザーという米軍基地で、中に入ると芝生の綺麗な丘がいっぱいあるんですよ。そういったところをそのまま利用して、ここをね、あの岡部さん、あのちょっとおしゃれなカフェとかレストランとかね、もう観光客だけじゃなくて、うちのアンチュとかね、あとカップルの方々がもう本当に通えるような、そんなおしゃれな街をね、私はこの浦添の丘陵地帯に作りたいなと思ってるんですよ。うん、まあ、そこから見える光景、ね、東シナ海に沈む夕日がね、あの水平線に沈んでいくのが見える、まあ、そんな光景がいいのか、それとも目の前に広がる光景が、ね、入り島のようなコンクリートとアスファルトの倉庫街がいいのか、これね、よくやっぱりね、県民の皆さん、有権者の皆さんも考えていただきたいなと思うし、こういったね、せっかく基地にね捉えたおかげで残された自然をね活用しない手はないでしょうと、ね、目先の埋め立てにね囚われて、ね、今後やっぱり20年50年100年後のね沖縄の財産っていうのを潰していいのかっていうのが私ねやっぱりあるんですよ。はい、ですから本当にこういった考え、あの県は埋め立て一辺倒ですけど、最高の余地あるんじゃないですかね。でまたこの埋め立てで軍港も作るって言ってますけど、あの2013年の国のアクションプログラムでは、普天間返還後は、この嘉手納以南の米軍基地は全て返還するという国の計画があるんですが、浦添っていうのは嘉手納より南ですよね、はい、国の計画に反することをね沖縄側がやっちゃいけないでしょうと、ね、せっかく国はね嘉手納から南の米軍基地全部なくしますよって言ってるのに、うん、それを沖縄側が自分たちで軍港を作りますなんてやっちゃったら、これって意味ないよねというふうに私思うわけですし、またこんなね、基地から遠いところに軍港を作っちゃえば、今のね辺野古とかあと阿波あたりみたいに、あの平和平和と言ってるね過激な方々が道に飛び出してね米軍車両の行く手塞いだりしてとんでもないことになりますからね、まあ、それを考えたらやはり、港っていうのは基地の近くに作った方がいいでしょうっていうのが私にはあって、そうなると浦添に軍港を作るのは、ね、これ軍事上戦略上ナンセンスじゃないのというのがあるんですよ。ですが私としてはやはり、今回のキャンプキンザーなどが移転する先として嘉手納の弾薬庫、それから読谷村 の鳥居ステーション、それから金のキャンプハンセン、そこ3つに、ね、分散して配備されています。まあ、今ね東海岸にはブルービーチとかね、そういった天岸桟橋とか埋め立てではない桟橋式の軍港があるんですよ。それがあるから別に困らない。ただね西の方はそれがないんですよね。うん、ですから東の港ね、荷物を積んでそのまま読谷に運ぶのか、それとも読谷にもね桟橋式埋め立てではなくて桟橋式の軍港をこの鳥居ステーションの中に作ってですね、もう基地内だけでの移動にしちゃうと、うん、ああいったね大きな米軍車両が58号線とか民間地をねブーブー煙を立てて走らすんじゃなくて、基地の中に桟橋作っちゃえば、うん、基地の中の移動になっちゃうんで、うん、外に出てこないじゃないですか、うん、それだけやっぱり子どもたちの事故の危険も減るし、うん、大きな音でね近隣住民が迷惑被ることもないし、ね、初心者マークの方がそばから大きな車が通ってキャーなんていうことも減るんじゃないかと本当にいいことづくめなんですけど、うん、なぜ基地反対派はこういった提案ができないんですかね。逆にそういう不便さを敷いて、
基地反基地運動とかをに正当性を持たせようと、でアメリカとかにもね負担をしようとか、そういう風ななんか謀略的なことを考えてるのかななんて思っちゃったりしましたね。うん、まあ、私最近こういった、ね、沖縄の平和運動や反基地運動を見て感じるのは、彼らは本心から普天間の移転を望んでるわけじゃないなっていうのを私うすうす感じているんですよね。まあ、本当だったらまあ、6月30日っていうと宮森小学校の米軍機墜落事件っていうのがあった日なんですけど、まあ、これ1956年あたりでしたかね、嘉手納基地から飛んだ米軍機が住宅地に落ちて、それが跳ね返って小学校に突っ込んでですね、多くの子どもたちが亡くなった事件があるんですよ。まあ、そういった前例があるからこそ、やはり普天間基地っていうのは早めに移転をさせないといけないのに、それを邪魔してるのは誰ですかと。邪魔してるのは平和平和と言ってる人たちですよ。基地被害を訴えてる人たちがその移転を邪魔してるんですよ。つまり彼らの狙いは一刻も早い危険性の除去ではなくて、この基地をね、事実上の固定化させることをね、やっちゃってる。ですから本来のね、佐古合意では多分一昨年あたりで普天間基地はすでに移転してます。これがあと12年13年後にずれ込んだのはなぜかというと、もちろんいい加減な鳩山さんのね、最低でも県外というああいったこともありましたけど、いわゆる沖縄のね、平和平和ねって言ってる人たちのね、一番責任だと私思ってますよ。つまりこの人たち本心では普天間をね、移転してほしくないと。なんで移転をしてほしくないというと、普天間がある限りいわゆる反基地運動っていうのができるんです。そして基地被害をね、訴えることによって多くの人たちの支持を集めることができるんですよね。まあでも最近は、先週取り上げましたけど、沖縄の県会議員、はい、玉城健一郎さん、山形空港のね、このオスプレイが来てちょっと渋滞して困ってますっていう、ちょっと控えてくださいねっていうツイートに対して、普天間基地をそのまま引き取って観光資源にしたらどうですかなんてツイートしたじゃないですか。はい、本当にけしからん。普段ね、基地被害に苦しんでる人がよその県に対してですよ、ね、オスプレイや外来機も来ますから普天間基地引き取って観光資源にしたらどうですかと。これってバッチつけてる議員が言うことじゃないですよね。まあでも本人ツイッターで先日きちんとね、謝罪をしてはいます、ツイッター上でね。ところが彼は一般人じゃないんですよ。バッチをねつけてる公人なんですよ。バッチをつけてる公人、つまりバッチをつけてる人間の言う言葉っていうのは我々民間人の言葉とはやっぱり違うわけです。ツイッターで謝ったからいいだろうではなくて、本来であれば本人が山形に行ってね、山形空港や山形県の関係者に、今回非常にね不埒な発言で、皆様をね傷つけてしまって申し訳ありませんでしたと謝罪するのが公人じゃないですかね。ツイッターで謝ったからいいんじゃないかと。それツイッターの中で私すごい気になった発言があったんですけど、ね、私は山形県にその観光資源になるというつもりでは言わなかったと。うん、いやツイッターでは、ね、普天間基地引き取って観光資源にしたらどうですかって言ってるのにツイッターではいやそういう思いで言ったわけではないと言ってるんですけど、これはどうなんでしょう。支離滅裂ですね。そうなんですよね。本当に潔くないというか、ね、彼の先輩方は誰も諌めないんですかね。まあ、彼はまだね30代だと思うけど若い政治家でね、将来期待してもいいと思うんですけど、こういった時にきちんとしたけじめをつけないでね、ツイッターで謝ったからいいだろうっていうことではやっぱりまずいと思いますよ。特に、ね、彼は宜野湾選出、宜野湾には普天間基地があります。オスプレイ、ね、飛んでる時は大してうるさくないけど着陸する時うるさいですよ。私はっきり言います。乗った人間だからはっきり言いますけど、
降りるときうるさいですよ、はいはい、飛んでるとき大してうるさくないです、うん、ヘッドギア外しても大丈夫なぐらい静かなんですけど、降りるときはプロペラ下向くんで音がね、うん、バンバン響くんですよ、うん、そういった基地被害に遭ってるね県会議員がそれをね引き取って観光資源にしたらどうですかなんていういい加減なこと言ってですよ、ツイッターで謝ったからいいだろうでは私は済まないと思います。ぜひね、玉城健一郎、県議この放送を聞いていたらきちんとねやっぱり正式にやっぱり公人なんですから山形空港とね山形県そして県民の方々に本当に不用意な発言でね傷つけてしまって申し訳なかったっていうふうに謝罪をすべきであり、また彼をね応援してくれた人たちに対しても基地被害をこのように観光資源なんて言ってしまって本当に申し訳ないと有権者の方々にも謝るべきだと思いますけどね。これ謝らないでねツイッターで謝罪したからいいだろうで済ましたらこれ完全にアウトだと思いますけどどうなんでしょう。そうですね、やっぱりけじめはしっかりつけろということですよね。そうなんですよね、うん、はい、ということで今日もね、ちょっと雨模様の天気ではございますが、なんか明日ぐらいから晴れるらしいですよね、はあ、はい、晴れてまた夏のような天気になるということなんで、まだ雨の匂いが残っている時にこの曲をお送りしたいと思います。最後の雨。はい、ということで、ちょっとねしっとりとした曲でございました。私の大好きな曲でございますね。さて、今日はいろんな話題をねお話しさせていただきたいんですけど、あっという間に時間が来ております。しかしね知事の話になりましたけど、最近の沖縄県っておかめさんなんか変ですよね。特にこのチャイナウイルスの、はい、陽性者と、亡くなった方の数字をね最近これ隠蔽してたんじゃないかっていう疑惑まで持ち上がりましてね、今県議会では大変な騒動になっております。いやしかしこれね県がちゃんとした数字を発表しなければ県民はこれ何を信じていいのか分かんないですよね。そうですよね、やっと102名台から下がって80名とか70名とかそういった表示、ね、発表があったけど、これ本当に信じていいのかなって疑っちゃいますよね。はい、まあこれね私今沖縄県の発表っていうのは大本営発表じゃないかと思ってるんですよね。事実とは違う数字をね抜け抜けと発表してるんじゃないかというふうに思っております。実はこれ前例がありまして、今年の確か1月か2月に玉城デニー知事が記者会見でですねポロッとねある情報をね漏らしたことがあるんですよ。このチャイナウイルスについての数字をね、すると県は慌ててですねこれから発表しようと思っていたことを知事がつい口からポロって言ってしまったわらと、はいね、わらなんですよ、はい、でこれから発表しようとしてたことをね知事がついポロッとお話してしまいましたわらと、はい、苦笑すると、はい、新聞記事では苦笑すると書いてましたんで、ネット用語で言うとわらなんですよねこんなこと平気でやってるんですよ。ありえないでしょ、これわらですよ、わらわら、県がわらですよ、わらありえないですよ。ですからね前回今年のね2月ぐらいにもこんなことがあったから、また今回も同じことじゃないかっていうことにねみんな思ってるわけです。すると県は今度なんて言い始めたかというと、保健所から報告が来ていなかったと。あのね行政っていうのはこういったものちゃんと報告しますよ、うん、報告しなければ自分たちの責任になるから、うん、きちんと報告あげるんですよね。なのに保健所が報告していなかったからと。いや保健所大変なことになりましたねこれですね。これ保健所の方が勇気を持って我々はきちんと報告していたとなったら、おかめさん大変な騒ぎになりますよこれは。そうですね、じゃあ誰が嘘をついていたのか、誰が情報を隠していたのか、お前かっていうことになっちゃうんですが、なぜ情報を隠したのかっていうこともねぜひ沖縄のメディアには深掘りしてほしいんですけど、私はやっぱりねこれから観光シーズン沖縄ではやっぱり一人でも多くの観光客に来てほしいと、そんな中で
チャイナウイルスの感染者がね、バン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 増えてるようじゃみんな怖がってこないじゃないですか、はい、だからあえて大本営発表したのかななんて勘ぐっちゃったんですけどね。まあさすがに行政だからそんなことはしないと思いますけど、うん、ね、前回も今年の2月ぐらいにあった、ね、玉城デニー知事の情報漏洩についても沖縄県はわら、はい、わらでごまかしてますからね。今回もわらでやるのかなと思ったら今回は H 保健所がってなっちゃったんだから保健所の方々の心中はもう本当に察するにあまりあるかななんて思ってしまうんですけど、うん、本当にこの人たち潔くないですよね、はい、はい、いやまずかったらまずかったでちゃんとね謝りゃいいのに、この人たちって絶対に謝らない、はい、知事の、ね、ゴールデンウィークのバーベキューにしたっていまだに謝罪してないですしね、うん、はい、この宜野湾選出の玉城健一郎県議の例の件も謝るの遅かったですよね、はい、ちゃんと山形県と、ね、空港に謝ったかってそれも聞いてないし、ツイッターでは発信してますけどね、うん、まあ、そういうふうにこの人たちって謝るのとっても嫌がってるのかなと、謝ったら負けと思ってるんですかね。持ってるんでしょうね本当に。でもツイッターの中でもあちら系の左巻きの人たちって謝らないですよね。絶対に謝らないですよね、はい、多分謝ったらね悲しくなって死んじゃう病人でもなってるのかなと思ったんですけどね。まあ自分たちが正義病なんじゃないですかね。そうだと思いますよ。本当にそんな感じでね、謝ったら本当に自分の負けだと思っているんでしょうね、うん、まあ、でもあの人たちに共通しているのはまず上から目線、先民思想、それから自分たちが絶対に正しい、人の意見を聞かない、そして大勢で取り囲む。いやーみんな沖縄の左巻きにぴったり符合してるじゃないですか私何度も取り囲まれてますよ、ね、野岳ゲートではあれは50名100名ぐらいに取り囲まれてね、帰れーってか叫ばれて、挙句の果てにはつるせーって言われましたからね。つるせーですか。平和平和と言ってる人たちに私つるせーって言われましたよここにオスプレイファンクラブの会長がいるぞ、つるせーって取り囲まれて、奇妙な、いや奇妙な果実ってありますけど、そうそう、まるでね、これ差別反対運動とかだったら絶対に言っていけない言葉ですよね、うん、いや1対1だったしいくらでも話しますけどね、50名100名に飛び囲まれてね、帰れ帰れって、それがいつの間にかツールセツールセってなってましたからね。そこで公安の方が慌てて入ってきて、テドコンさんもうここ離れましょうって言ってね話してくれたんですけどね、いやーすごかったですよ。これがね皆さん平和平和と言ってる人たちの本当の姿ですからね。新聞とかテレビでね報道されてる姿なんてほんの一部ですからね。本当の姿ぜひボギーチャンネル、はい、YouTube チャンネルでねチャンネルボギーっていうのをね選ぶといろんな動画見れますんで、ぜひそれをね見ていただきたいし、あと今日スマホを持ってる方々は YouTube でね沖縄左翼と探せばいろんなこと出てきますから、ぜひ検索をしていただきたいと思っております。はい、ということで今日も岡部さんあっという間に時間が来てしまいました。少しラジオに慣れましたか？まあ緊張してますが頑張っておりますはい、ということでまだまだHK 仮面さんとかタカさんにはまだまだ及ばないんですが、これからもね岡部さんいろいろ頑張ると思いますんで、皆さんまた生温かい目で見守っていただきたいと思います。はい、ということで、本日も、時間が参りました。これにて本日の放送終了させていただきます、では来週はタカさんと HK 仮面さんのやりとりがまたね掛け合いが見られると思いますんで、楽しみにしていただきたいと思います。本日もありがとうございました。